でですよ、はい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 、これズームインできるのかな。おおいいね、グッグッグッと、こういうかね、いや何でもいいや。ですね、ついにできました、ミネストローネインチキ風です。こんな感じに、はい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 、見えますか、おい、インチキな感じに出来上がりましたね。で、今からご飯を食べるんですけども、ですね、これだけだとちょっと寂しいなと思ってですね、急遽作ったのが、もやしをですね、こうほがほがさせてですね、でツナと和えたものとですね、でやっぱりあのこのそびえ立つご飯というのがですね、やっぱり必要かなと思いまして、目いっぱい作ってました。さあ、ではいただきましょう。本当にもうくてくてになっちゃってるもんね。トマトジュースをね使ったらね、あの水で炊いて、あのトマトピューレとか足すとか、あとトマトケチャップを足すとかっていうので調整かけるよりもすごい味が濃く仕上がってるんで、すごいトマト食ってる感が高いです。すごくいい。ものすごくいい。あのね、おいしいんですよ。お酒の味が。ご飯がバカすか減っていく。で、これ多分鶏の唐揚げの部分なんだけども、あの鶏の唐揚げをバーンでもう最初に入れちゃったんで、下味がついてるんですよね。だからすごく楽。すっごいことばっかり言ってるな。2個ぐらいご飯が入れたんだけども、すぐなくなるね、ご飯って本当に。もうご飯がくなく、もっと炊いてて簡単だ。で、ちょっとこれに今から水を足して、で、カレー粉をボーンと放り込んで、明日はカレーライスだね。
サラダの上では、いや、口回ってないよ、バイバイ。